お帰りなさい。職務の方をお始めになりますか。指揮官に必要なものを用意しました。今日やらないことは明日できるはずがありません。そこはご注意ください。後方に長くいると前線の残酷さを忘れてしまいます。逆もしかりですね。振り返ってみれば、あのプライドの高いお嬢様を固いナイトと勘違いしたのはやはり理解できないことですね。任務ですか。私が計画を立てましょう。報酬が届きました。ご確認ください。軍事委託が完了されました。成果の確認をしましょうか。お帰りなさい。職務の方をお始めになりますか。指揮官に必要なものを用意しました。お帰りなさい。次はゆっくりお休みください。指揮官宛てのメールがあります。こちらに。同じ人と同じ話題をしているのに違う結論が出るとか、面白く思いませんか。同じ人と同じ話題をしているのに違う結論が出るとか、面白く思いませんか。指揮官、アントーンがあなたに狙いを定めましたよ。もう逃げられませんわ。任務ですか。私が計画を立てましょう。